どうもリオです。じゃん。はい、ということでですね、今回はお昼を食べに行こうのコーナー、イエーイ。はい、でですね、今日はでですねじゃない、今日はですね、今噂になってるメインを頼むと、その他天ぷらとかお惣菜、デザートまでが、あとドリンクもね、飲み放題食べ放題のお店があるということで、今日は調査しに行ってみたいと思います。場所はですね、銀座でございます。もうギラギラチャリンチャリンっていう感じの銀座にしては結構リーズナブルなお値段で食べれるみたいなので、今日は早速行ってみたいと思います。美味しく頑張ります。頑張りますじゃない美味しく行ってみたいと思います。はい、ってなわけで、ではではスタート。これだ、10階ラブタ、ちょっと行ってみたいと思います。すごい、はい、ちょっと無事お店の中入りまして、ちょっとチラ見してると思うけどさ、景色がめちゃくちゃ素敵。ビルのね、10階にあるのよ。なんか素敵です。さすが銀座の感じがするけど、ちょっとメニュー見ていきたいと思います。はい、メニューこんな感じでですね、このメイン料理を頼むとランチビュッフェが全部つく、90分みたいな。で、まあ値段が1600円からかな。で、一番高くて1900円の味わい御膳、あ、違う、こっちだ、和牛のせいろ蒸し御膳だ。どうしよう、はい、じゃじゃーん、来ました。私のメイン料理はせいろの豚にしました。美味しそう。で、バイキングで取ってきたものたち、この豚汁とご飯はおかわり無料らしいです。この豚汁も美味しそうね。いただきます。え、どうしよう、どれから行こう、豚汁か、豚汁から行くか。うん、うまっ、おいしい、おー、うまい。あったまる。うんうんうん、濃すぎず薄すぎず、うん、これ食べ放題は嬉しいわ。うん、うん、このメインのせいろ蒸し豚いっちゃいます。で、このなんかせいろ蒸し豚は鶏と豚があって、豚の方はロースかバラでミックスで、どっちも選べるみたいで、私今回ミックスにしました。ちょっとまずはこれはロースだね、ポン酢よ。うん、健康、程よく脂乗っててうまい。あ、これさ、下からさ、えのきとかさ、もやしとか出てきた。これ巻いたら絶対じゃんね。ちょっと巻いて食べよう。
よいしょ、よいしょ。シンプルに美味しいって感じ。なんかでもちょっと味変で、なんだろう、なんかアイテムがあったらもっといいかもしれない。私的にはね、ブラックペッパーをめちゃくちゃブリブリに振りたいです。味変アイテムあんのかな。あ、そうだ、あの明太子が取るゾーンにあったんだけど、それを乗せて食べても絶対うまいよね。私ちょっと妊婦だから明太子をやめとこうっていうことであれなんだけど、まあ健康チャンネルってことでね。お次バラ。あ、ドレッシング美味しい。自家製ドレッシング、うまっ。なんかサラダバーは私的にはあのラインナップでめちゃめちゃ嬉しい。あとよく言うならトマトがあれば嬉しいなぐらいで。うん、はい。お次はですね、おかずのちくわの天ぷらと、これ大根のね、あえたやつ、なんだったっけ、題名忘れた。で、これが里芋、里芋かな。ちょっとね、多分ビュッフェのメインであろう天ぷら。なんかさ、天ぷら、あの他の種類なんていうのあるかなと思ったけど、ちくわだけなのかな。ちょっと行ったことある人、もしくはこれを見て行った人、ちくわかどうか見てください。ちくわ、うん、シンプルちくわですね。あ、めっちゃいいこと考えた。これ野菜と一緒にポン酢食べたらいいんじゃね。うん、シンプルちくわだ。うん、あ、この大根のあえ物うまい。あの切り干し大根の味、切り干し大根ってめっちゃさ、普通細いじゃん。これがめっちゃ太くなったバージョン、太切り干し大根。これ美味しい。うん、うん、ご飯のおかずにもなる。うん、あ、想像のちょっと斜め上をいった里芋だった。甘めの里芋だわ。うん、美味しい。こういう芋系のさ、なんか煮っころがしとか美味しいよね。煮っころがし系、春雨中華あえみたいなやつ。うん、うん、うん。あとお漬物ゾーンもめちゃくちゃ充実してた。だから漬物が結構あるな、まあ、あるって言っても3種類ぐらいか。だから年齢層的にターゲットがあれなのかな、ちょっと上なのかな年齢が。まあ銀座だからさ、銀座のマダムっぽい方とかが今若干多いんだけど、 でも男性1人もいるし女性1人もいるしみたいな感じ。ファミリーっていうよりかは、あのそうね、大人向けって感じですね。はい、デザートのシュークリームとコーヒーゼリーかな。で、これかけるっぽいよね。乾杯。うん、うん、
シュークリームうまプチシューってうまいよね。あのコンビニとかに売ってるさプチシュークリームってめっちゃうまいよね。秒でなくなるもん。おいしい。うん、ちょっとコーヒーゼリー、うん、うん、さっぱりです。ちょっと次その横にあったあのミルクなんか白いやつちょっと題名がね分かんない、うん、ミルクプリンかな。ミルクプリンな気もしてきたな。うん、食後にするといいね。はい、ということでごちそうさまでした。美味しかった。でもね美味しかったんだけど、思ったよりなんていうのインパクトというかだいぶヘルシーで、ビュッフェもね、飛び抜けてめっちゃ美味しいとか種類がすごいとかそういうわけじゃなかったから、まあ、一回行ったらまあ満足かなみたいな。あとは健康なランチをしたい時とかでも野菜はいっぱい食べたいみたいな、そういう時とかは結構いいかもしれないですね。あと明太子食べれなかったのがでかいかも。明太子あったら満足度またもうちょいあったんじゃないかなって、まあこれはもう完全私の、都合なんですけども、はい、そんなわけでですね、本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタン、コメントもよろしくお願いします。バイバイ。